王道海岸の断崖王道海岸は、高知県旗郡大月町にある海岸である。足摺り和海国立公園に指定されている。スクモ湾の南に突き出た大月半島の南側海岸を王道海岸と呼ぶ。半島の南側は岩が波により侵食された断崖が続く。断崖の岩石は河口岩と水なり岩で構成されている。 白く見える岩石が花崗岩である。地殻変動の激しかった白秋に水なりはすさ層に裂け目ができ、そこに花崗岩の岩礁が吹き出した結果、現在の姿になった。高さ120から130メートルの切り立った断崖はロッククライミングスポットとなっている。植生はヤブツバキ、ウバメガシ、トベラなどの商用樹林である。 野生の日本ルが生息しており、お猿公園がある。展望台、観音岩、おんの滝などの観光スポットがある。観音岩高さ30メートルほどの河口岩の岩で、海から突き出た姿が観音菩薩に似ていることからこの名がついた。昔は沖を航行する船を照らしたという伝説がある。江戸時代初期の寛永15年島原の乱鎮圧の 疑問市であった雨の森球太夫が敵弾で負傷し、船で人中に渋滞となった。一条の光を頼りに柏島にたどり着き、そこで息を引き取ったと伝えられている。この時の光が観音岩であったという、オマンの滝滝という名称となっているが、水は流れていない。断崖をこの地方では滝、崖と呼ぶ。伝承によれば、その昔、 おまんという盲目の美女が島森に恋をした。しかし、恋する島森の職務の妨げになると、高さ120メートルの崖から目を投じたという。この日は言いたんで、この断崖はおまんの滝と呼ばれるようになった。ありがとうございます。